はい、じゃあ皆さんこんにちは。本日は、横溝プレミアム合格塾の魅力大公開というタイトルでですね、30分ほどお話をさせていただきます。担当はレック専任講師の横溝です。よろしくお願いします。はい、平成27年度行政書士試験ですね、11月8日に終わりまして、で、実際このガイダンスをねご覧になっている方というのは、試験を受けてちょっとね厳しい結果に終わったというような方ということになるのかな。中にはね、微妙という人も今年の場合は多いのかもしれないけれど、いずれにしてももし、これで、結果として、不合格というようなことになるんであればリベンジをということを考えている方向けにね、これはお話をしていくガイダンスだということをまず一つご理解ください。そして、平成27年度行政書士試験なんだけれど、どんな試験だったのかということも一応ですね、最初に触れておきましょうか。巷でいろいろ言われてはいるんですけれど、そうね、法令科目択一、多子選択、それから一般知識の択一と、それぞれですね、個別にちょっと評価をしてみますと、まず法令科目なんだけれど、行政法がねやはりどうだったかなっていうところなんだけど、合格ラインに行っている人はですね、19問中の16問、17問、場合によっては19問全部っていう人もいるんですよね。すごいでしょ？そういう人もいるんですよ。だからやはり今回個数問題がなかったということも多少影響はしてるのかもしれないけれど、やはりある程度ですね、きちんと合格ラインに乗るためには取りこぼしというものが一切許されない。そういうような性格で評価しなきゃいけないのかな。これがまず行政法なんでしょうね。それから民法については、これは皆さん口を揃えて言うんだけれど、内容としては別に難しいじゃない、優しくはないんですよ。優しくはない。去年と論点が違うけれど、結局聞いてる問題のレベルだなんだっていう話になってくると、人によっては平成26年度の試験の方が解きやすかったっていう人もいました。今年の問題の方がちょっといやーこれ難しいですよっていう人もいました。出たテーマが違うから、もしかすると去年のテーマの方がその人は得意で今年のテーマの方がちょっと苦手だったっていうことなのかもしれないけれど、結果これも個数問題がなかったので、最終的にはね「えいや」ってつけたものが合ってるとかっていうところも含めて、そこまで大きく崩れる人が少なかったというのはあるかもしれないけれど、でも決して優しい問題ではなかったですね。商法会社法に至ってはやっぱ相当難しいという印象を持った方が多いようです。商法会社法はね、基本的に1問ないし2問できてるというような方が多かったかな。だから例年通りの正解数ということになるし、中には択一だけで180点超えてるのにね、商法会社法ゼロという人も何人かいました。これはプレミアム合格塾の3期生のね、通学で来ていた人なんだけれど、いずれもその人たちなんですけれど、みんな180点以上択一だけで取ってて、ですからもう解答速報と同時に合格確定っていうね、そういうような強者たちということになるんだけれど、商法会社法蓋を開けるとですね、1問とかもしくは0問というような方ばかりだったんですね。結局商法会社法では差はつかない。じゃあどこで差がついたか、法令科目で明確にその差がはっきりと現れたのは、やはり先ほど言った行政法でしっかり取りこぼしなくきちんと16問以上正解できたかどうか、それからもう一つは憲法なんですよ。隠れキャラみたいなイメージなんだけど、憲法のところがね、何問ぐらいできました？今画面ご覧になっている方もね、何問ぐらいできたかなってちょっと自分で、できた台数とかもう一回思い出していただくといいと思うんだけれど、基礎法学も入れて7問あるでしょう。やはり4問以上の正解がきちんとできていたかどうか、基礎法学大体2問中1問って方が多いので、そうすると結局は憲法5問中の3問以上の正解ができていたかどうか。まあ、今年は憲法決して優しくはないですよね。変な問題が2問出てました。クイズ形式の問題4番の話ですね。若妻先生の学説などを取り上げてきた問題や、それから問題5番のところでは、まあ、並べ替えの問題というので百力地訴訟の問題をテーマにしたものが出てましたけど、この2つはやはり現場でね解こうとすると結構大変だったんじゃないかなという気がします。だから結果的に残りの3つをきちんと取れたかどうか、そこで結構差がつきました。あとはやはり合格ラインに乗ってくる人は多子選択はほぼ満点近いね。まあ満点の人も多いし、それから間違えても1つ空欄1個外した。まあ、外した空欄はいろいろ人それぞれなんだけど、空欄1個だけ外しましたっていう形の間違え方だから、結局点数にすると22点以上は取ってきてるっていうね、そういった方が多いんですよ。なのでここで見ていくと、まず法令科目の択一関係多子選択まで含めてのところの中で、あなたがね来年合格を目指して頑張ると、まあ、今度2016年平成28年度試験での合格を目指して頑張るっていうんだったら、これに関してはやはり憲法とそれから行政法のところの強化というものを特に意識する必要がある、そういう話なんですね。もちろん民法もなんだけれど、特に憲法と行政法でしっかり取りこぼしなく取るべき問題を全部きちんと回収できる力を身につける。ここが大きな大きな課題になってくるんじゃないかなと思います。合わせて一般知識のね択一に関してなんですが、ここはですね、まあ年によっていろいろ出るものはいろいろありますよ。いろいろあるけれど、ただ見ているとやはり8問以上正解してるという人は余裕を持って合格ラインに到達してるかな。まあ中には6問ギリギリでしたなんて人もいたけれど、そうなるとやはりそこで2問8点分ぐらいの失点が法令科目でもカバーしきれずに、あとは記述が相当できてないと厳しいっていう状況に追い込まれているというような話なんでしょうね。なので一般知識は8問以上正解できている人が多いです。ただ一般知識は基本的に水物だからね、自分の実力を評価するときに気をつけなきゃいけないのは、やはり法令科目の40問の択一をどのくらい取れたかって、そこだけで評価するべきなんですね。一般知識のことはちょっと忘れた方がいいです。一般知識が11問12問できたって人いるんですよ。だけど法令科目のところで結果的に40問中まあ22、3問しかできてないというような状況であれば、それはやはり法令科目のところの強化は相当力を入れてやらなきゃいけない。総合点で170点台にいってるからといって自分に力があると錯覚を起こしてはいけないっていう、そういうような性格を持った試験だったんじゃないのかなとは思います。まあ記述に関してはね、これはできた人できない人いろいろ、もうね一概にこうだあだとは言いづらいところがあるし、まあ採点基準云々のところもいろいろあるでしょう。評価は難しいですが、ただやはり聞かれている問題の内容を見ると、いつも言ってますが記述は試験委員からのラブレターであると。だから相手が言っていることをきちんと踏まえて、相手が提示してくれた状況のもとだったらこういう返事をするべきだよねっていうことをしっかり把握し、その方向で答えを書くということができないといけないかな。聞かれている知識そのものは3問とも択一の知識として持ってなきゃいけないものばかり。これは今年というか平成27年度試験も同じです。決してこれは無理だっていうものを出してきてるわけじゃないです。ね。だからこそやはり今度は相手が聞いてきてることをきちんと、こういうことを聞いてるんだよねっていうのを理解して、その聞いてる方向で答えが出せるっていうね、そのラブレターに対する返事をしっかり誠実に書けるかどうか、そこが最大のポイントになってたんだろうな。まあこれもまた平成28年度試験対策として皆さんがちょっと意識しとかなきゃいけないところなんじゃないのかなというふうに思っているんですね。実は今言ったようなことを一通りマスターできるようなカリキュラム、そして講義の進め方をしていくのが、これがですね横溝プレミアム合格塾といわれる受験経験者向けの総合プログラムです。今年で4年目4期生ということにあなたがもし入ればなります。まあ、1期生から2期生3期生と受験されている方もどんどん、受講されている方もどんどん増えていってですね、そして3期生なんですが、今回やはり択一除いて180点以上、お一人は200点という方もいらっしゃいました。しっかりと実力をつけて、それをパッと発揮できるような状況を作っていくことができる総合カリキュラムであるということは、これはですね、間違いないだろうということを、この受講生の実績から裏付けができてるんじゃないかな、取れてるんじゃないかなと思います。ちょっとどんなカリキュラムか、具体的に紹介してみましょうか。ですね、皆さんのお手元にパンフレットがあれば、そのパンフレットを見ていただいてもいい、見てる状況によってはね、そういったものがない状態でご覧になっている方もいらっしゃるかもしれませんので、モニターの方で今映っているものをですね、見ていただければ良いかと思います。一つですね、まず核になるカリキュラムというのが、こちらですね。はい、本論編と言われるものです。本論編と言われるものですね。こちらが核になるカリキュラムということなんですよ。で、本論編のところでは全科目、合計42回で1回の授業がこちらはですね、3時間の講義になりますが、3時間かける42回の授業ということになります。ただ、実際はここにインプットとアウトプットが、奇跡の融合ってね、そんなに奇跡的に融合したっていうような話ではないんだけれど、要は本論編というようなものを受けていくと、インプットとアウトプットをね、同時進行で、こなしていくことができますよ。そういうことになるんですね。で、このインプットアウトプットを同時進行でこなしていくことができるカリキュラムという話なんだけど、やっぱりこれは、受験生が陥りやすい一つの罠としてですね、特に受験経験のある人はアウトプットだけ一生懸命やれば、ね、特に今年は170点台半ばぐらいで落ちたんで、あとは問題演習だけやってればなんとかなるんじゃないかと思いますみたいなことを思ってしまう人は、こういう状況のこういう内容の試験の時は特に多くなるんですね。行政不服審査法変わるんでしょ、そこだけやればいいですよねみたいなことを言ってくる人というのは実際にいますし、多いだろうなということなんですね。とんでもないですよ。そんなことやってたら、これは確実に次もまた同じ結果になりますよ。受験経験者というのは受験経験があるだけね、行政書士試験に中上級者なんていないんですよ。あくまでも受験経験があるだけ、だから1回2回勉強したことあるだけ。自分の力は謙虚に捉えないとリベンジっていうのは果たせないということを強く認識してください。そしてこの本論編のところでは、民法、行政法、それから憲法、基礎法、学商法、会社法、一般知識全科目について合計で42回かける3時間のインプット講義をきっちりやっていきます。プラス同じ回数42回で、今度はその内容に応じた問題演習をやっていきます。通学する場合だとですね、あらかじめスタジオで収録した42回のインプット講義を見てきていただいて、全部見るというんではなくて、その週の、例えば民法1回目2回目が行われる週の時に、平日のクラスで平日の間にね、民法の1回目2回目のインプット講義を見てきていただいて、でその範囲の問題演習を、渋谷駅前本校の場合は土曜日に実施されますので、教室講義で、受けていただく。通信の方の場合は両方とも、これ教室講義も収録しますので、全部収録したものを見ていただくという形にはなりますけれど、これね、収録は、こちらはスタジオで、インプットもの、そして教室で問題演習を通じて、そのインプットした内容を即アウトプットして復習していく。このインプットである収録講義と、それから教室で取ったアウトプットの講義を、これをですね、両方同時にこなしていくことで、84回のカリキュラムというものを実現しているんですね。で、その形で受けていくやり方を取ることで、実は自分の力をもう一度ゼロベースから再構築するということが可能になります。もちろん、行政法に関しては当然のことですが、行政法の行政不服審査法の改正は全部対応済みです。ですから、行政福祉審査法の改正について、大丈夫でしょうかという不安は持つ必要はありません。全部インプット講義の中で、全て対応してお話をしていきます。使用教材になりますけれど、インプット講義のところはですね、実はレックのいわゆる合格講座と言われるもの、そこで使っている講義録をメインに使っていきます。プラス、画面集ですね、パワーポイントで作った画面集を使っていきます。プラスですね、今年の場合は、科目にもよりますが、特に民法かな。民法については、やはり試験問題の中でね、あれこれとなかなか細かいことを聞いてくるというのもありますから、もう一冊別に、レジュメを作ってですね、それをテキストの中にうまく融合できるような状況にしていってもらえるといいかなというので、もう一部レジュメを作って適宜出そうかなとは思っていますが、いずれにしても、講義録とそれから画面集を中心にしたインプット講義というふうに考えてください。合格講座と同じじゃないかと思うかもしれないけれど、合格のために必要な知識っていうのは初めて勉強する人も受験経験者の方も同じですからね。身につけなきゃいけないものは同じ。伝え方は少し変わってくると思いますよ。初めて勉強する方には、例えば民法の授業をするときは民法の話しかしないでしょ。でも、プレミアム合格塾は違います。民法の話をしているときに他の科目のことも言います。特に教室講義の場合、問題演習しながら、でも、この話、例えば民法108条の双方代理の話は、そういえば行政法で判例が出てたよね、覚えてますかって聞きますからね。これはソクラテスメソッドというものであるわけですけれど、教室に来ている方には直接どんどん問いかけをしていきます。たくさん人がいる前で、答えなきゃいけないっていう緊張感を最初からバンバン味わってください。これね、3期生から始めたんだけれど、やはりこちらが聞いたことをちゃんと受講生側で咀嚼して、先生こういうこと聞いてるんだ、じゃあこう答えなきゃいけない。このトレーニングが実は記述対策になります。これ年がら年中やっててください。そのうち授業を受けるにあたって、今度のこの範囲だったら先生はこういうことを聞いてくるんじゃないかな。いや、もしかしたらこういうことを聞いてくるかもしれない。いろんなことを考えながら授業に出るでしょ。それ自体が知識を総合的に強化していくというものにもつながっていきます。そしてみんなの前で答える。絶対頭真っ白になりますからね。答えられるまで、答えられないんだ。へーって感じでちょっと待ちますので、そのプレッシャーで頭は真っ白になる。その真っ白になる状態は試験上で頭が真っ白になる状態です。で、その真っ白な状態からきちんと答えを引っ張り出すことができるところまでのプロセスを頭の中にしっかり作るということが、何と言ってもあなたが今度の試験で択一、そして記述の問題でしっかり回答を書いてくることができる、そういった状況を作るための土台になります。これを84回通じて皆さんに提供していく。なんといってもここがですね、プレミアム合格塾の一番のセールスポイントということになりますかね。実際の問題の方ですね、教室講義ではオリジナルの問題集というものをお渡しして、別途お渡しして、で、それを使ってやっていきます。大体ね、民法行政法が15回の講義なんで、それぞれ150題の問題、大体1回10問ぐらいの問題を提供すると思ってください。一般知識も憲法も、それから商法会社法についてもきちんと問題を提供していきます。それぞれの回数ごとに問題が提供されるということになりますので、問題演習量もその本論編の問題集だけでもものすごいものになります。そして、試験対策上何が大事かといえば、同じことを繰り返す。短期間に同じことを繰り返しやることが大事なのね。どういうことかと言いますと、実はこれ本論編が終わりますと、今度は過去問徹底解析という、そういうような講座がスケジュール上スタートします。こちら、レックのウォーク問という過去問題集を使ってやっていきますけれどもね。過去10年の問題というものを一通り見ていきながら、本論編で学んだ知識の再確認を図っていく。これも実は1回3時間の講義で行っていきます。全26回ということになりますか。そして、その後今度はパワーアップ演習講座。こちら民法行政法ですね。多資格試験の問題を中心に取り上げます。民法は司法試験系の問題が中心、行政法公務員の問題が中心で、問題演習を徹底的にやっていただきます。つまり民法行政法というメイン科目については本論編でもインプット事業とアウトプット事業があり、そして過去問徹底解析講座でもある、パワーアップでもあるっていうふうに繰り返し繰り返しやってってもらいます。憲法だって本論編で憲法があって、そして過去問徹底解析でも憲法を取り扱うということになるよね。その他はまあバラバラです。商法会社法の特訓講座、一般知識の特訓講座、そして文章理解特訓講座、憲法行政法の過去問ラストチェックは一問一答形式で最終確認をしていただく、そういう講座です。さらには記述60問解きまくり講座ですね。これらがオプションで全部ついてきます。最後は公開模試が3回分入ってくるということになりますが、まあ、平成27年度の試験ということで、お話をするのであれば、一般知識で、取り上げて言うのであればですね、まあ、私の授業の中で取り上げていた話で、例えば問題47番の国際連合試験出てましたね。今年の一押しの論点として指摘していたものです。まあ、ちょっと国際連盟の話まではしてなかったんで、これを当てたというのはずうずしいかもしれないけれど、それから問題48選挙ですね。こちら直前期に、要注意論点の一つとして政党とともに挙げていました。特にまあ政界史として出てきた比例代表でね、当選した議員が離党した後、その自分が比例代表で選挙に出た時に存在していた政党に移っていいかどうかというのは、授業の中で繰り返しお話をしたということになります。それから問題の49、日本の貧困、これは私の平成27年度試験の一押し論点でした。必ず出るということを言い、生活保護、さらには相対的貧困率という言葉の説明、さらには生活困窮者自立支援法の話など、おそらくどこの予備校のどこの先生も、いやレックの中のどの先生もされてないと思います。私だけです。さらに日本経済問題50番、これ選択肢1番の GDP500 兆円というのが正解なんですが、これも覚えとけということで授業の中で強調させていただきました。まあ、空き家と島はね、これは知らないよ私も知らないよ。それから、問題53の高齢者の問題、これもちょっと当てたとは言い難いかもしれない。ただその後、情報公開法、公文書管理法、独立行政法人の文書も対象だというのは、実は一般知識特訓講座の中でお話をしていたということになりますし、さらには問題56、行政機関個人情報保護法、もちろん全般的に説明をしてました。つまり一般知識に関しても、このプレミアム合格塾の中の本論編および一般知識特訓講座、この2つをですね、フルに活用していただくことで、平成27年度試験で、文章理解は文章理解特訓講座も入れればですね、まあ10問ぐらい正解できるような情報量と、そして論点の指摘をしていたということになります。これは実は毎年ね、一般知識に関しては、特に政治経済社会のところは大体2問から3問ぐらいは出るよといったものが出ていたりするというのがずっと続いてますので、まあ私が注意した論点に関しては平成28年度もね、ぜひしっかり身につけていく努力っていうのをしておいていただければ、基準点割れというものを防ぐことはもうこれは十分可能、そういうふうに考えてください。それだけじゃないんですね。実は記述の問題なんだけれど、原初分主義、これは記述での要注意論点として筆頭格で挙げていたものです。さらには問題45の185条の条文問題、こちらはですね、記述要注意条文ということで指摘をし、さらには私のブログのところでね、実は条文の穴埋めで記述の要注意条文をというのを記事でアップしたんですが、その中にも入ってました。だからそれをプリントアウトして繰り返し勉強していたという方はしっかり書けたということを実際に言ってました。さらには問題46なんだけれど、まあ、44と46は記述60問解きまくり講座の中でも取り上げてましたしね。それから問題46に関しては、これはね、親族関係、親族法で今年出るのは親子関係だということで、実施の場合と養子の場合しっかり押さえとけって話をしていた、その分野に該当するものですから、まあこれも授業の中で指摘をし、注意を促していた論点というふうに言っていいかと思います。まあ、なんだかんだ言いながら、法令科目のところは、もうね、これは憲法、行政法あたりは、まあ、私が出るといったところしか出てません。基本的に外国人の人権、私人間効力、司法権の限界、まあ、このあたりは全部実は前日の講座なんかでもね、もう一度最後に見とおけといった分野だったりもしますし、まあ、行政法についてはもう本当に言ったところからしか出てないね。それこそ地方自治法で条例規則が出るなら罰則関係だけっていう話をしたんですけど、まあ、その通り出たでしょ。基本的に言ったところからしか出てません。あとはそれを受けた皆さんがいかに自分のものにするか。これはプレミアム合格塾のカリキュラムをしっかり、ついてきて、最後までついてきてくれさえすれば、そしてその中で私がですね、繰り返し皆さんに出す質問に、生講義に来られる方は直接答える。だから答えるためには前の方に座った方がいいね。教室で前の方に座ってる人は大体合格してるから。それから通信の場合は画面上で私が聞いてる時に自分に聞いてるんだと思って答える。ね、それがしっかり、繰り返しやれていると、実は試験に必要な情報、試験に必要な知識っていうのが知らないうちにしっかり身につけられるんではないかな。それを可能にするこの最強カリキュラムというのが、これが横溝プレミアム合格塾であり、で毎年ものすごい多くの数の合格者を、しかも高得点合格者を出しているカリキュラムだということなんですね。まあ、ぜひ、平成28年度ここはですね、まあ、行政不服審査法も変わります。会社法も改正点が少し入ってきます。まあ、いろいろな意味で、一般知識も含め、様々な今ね、激動の現代の世相を反映した問題が出てくることは間違いありません。こういった試験問題のですね、流動化というもの、そして何といってもやはり難易度はなんだかんだ言いながら高いレベルをキープしている。そういう状況にしっかり対応するためにも、ぜひリベンジを果たすなら、横溝プレミアム合格塾4期生に参加していただいて、ね。平成28年度の合格を一緒に勝ち取っていきましょうよ。まあ、私の授業をですね、こう合格した方がおっしゃるには、まあ、基本的に理由付け、制度趣旨、このあたりからきちんと説明をしていく。結論だけじゃない、ただ覚えろだけじゃない、そこに一つ魅力を感じた、そんなことをおっしゃっている方もいらっしゃいました。それから何といっても、通信で受ける方がよくおっしゃっているのは、家庭教師みたいだった。目の前で何か家庭教師にマンツーマンで教わっているような気分になった。そんなことを言っている方もいらっしゃいました。まあ、そういった魅力などをですね、ぜひ、ご自分の目で確かめていただいてもいいし、まあ、実際、このガイダンスを聞いて、じゃあ申し込もうかなと思ったら、なるべく早い時期にぜひ勉強を再開していただくといいかなというふうには思っています。渋谷駅前本校に来れる方はですね、実はものすごい直近ですけれど、11月の22日、どこよりも早い選考開講ということで、まあ、合格講座のところの憲法基礎法学からスタートするんですが、まあ、選考開講受講というものが、まあ、できます。これは特典として受講できるというようなシステムも用意してます。憲法はね、先ほど言ったように合否を分けたということも言いましたので、まあ、そのあたりちょっと痛い目にあった方はそこから勉強を再開する。まあ、そこに参加するかどうかは別にして、リベンジを果たすなら年内から勉強を再開するようにしようね。年内ゆっくり休んでなんて言ってたらダメですよ。年内から勉強を再開してください。いいですね。リベンジするなら年内からです。これはしっかりと守ってほしい。どの科目からやったらいいか。うん。まあ、いろいろあるけれど、やはり、憲法がダメだったら憲法から。そしてもう一つは民法だろうね。この2つの勉強を、例えば、これまで使ってきた教材もう一度見直すなり、それから解いてきた問題集をもう一回やり直してみるなりっていうのを年内やって、知識がとにかくガターンと底辺まで落ちないようにキープしながら、1月から実は早い段階でこの本論編の民法から配信がスタートしますので、そちらの方で、民法の授業を聞いていただくっていうのがいいかもしれません。あと、そうだ。早期申し込み特典のようなものがあります。まあまあね、いやらしい話かもしれないけど、11月から受付開始する。早く申し込めば当然それだけ安いということになります。だんだん値段は、割引の値段は小さくなってきます。それから、まあ、こちらは必ずもらえると思っていいです。過去問題集は必ずもらえます。それからね、本試験解説講座って3回なんですけど、平成27年度、2015年度の本試験の解説講座ですね。私が収録したものです。全問題の解説をしているものを無料で差し上げます。まあ、これは、ウェブだと12月中にはもう配信スタートできるので、まあまあ、12月、そこからもう一度ね、自分の試験の総括の、まあ、最終の総括をしていただいて、でその上で、正式な勉強スタートでもいいかもしれません。それから、実は、通信の方とかね、さっき言った、11月22日からのプレミアム合格塾の選考会考憲法1回目参加、これはもう通学限定になっちゃうので、ちょっとそれ参加できないですっていう方は、こちら利用していただいてもいいかな。ウェブだけなんですけど、去年の、まあ、要は2015年向けのプレミアム合格塾の本論編の民法のね、授業をウェブで見ることが特典としてできます。ですから、こちらで民法の勉強をやり直すというのを年内からスタートしておいて、そして1月からの今度は2016年向けの本論編民法の授業につなげるというのも一つのやり方ですね。まあ、やはりなんだかんだ言いながら民法が一番勉強するにあたっては厄介な科目でしょ？苦労したでしょ？だからそこからもう一度やり直すっていうのがね、一ついいのではないか。それからもう一つは憲法なんだよね。通学できる人は合格講座で憲法をもう一回ちゃんと勉強し直そう。外国人の人権とか間違えてる場合じゃないよね。司法権の限界とかさ、間違えてる場合、あの問題間違えちゃダメよ。財政の問題間違えた？はあ？って感じですよ。あんな間違えちゃダメですよ。その力をもう一度一緒につけましょうよ。ね。でもそういうような基本的な問題で絶対間違えない力をしっかりつけて、そしてリベンジしましょう。ね。このままじゃ終われないでしょ。力は貸します。一緒に頑張って、リベンジを果たしてね、いけるように1年間過ごしていきたいなと思ってますから、志のある人はぜひ参加をしてください。はい、以上ですね、横溝プレミアム合格塾の魅力をお話ししますということで、まあちょっと40分ぐらいになっちゃったけれど、私の方でお話をさせていただきました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。じゃあ、今度は教室でお待ちしています。